はい、皆さんこんにちは、キトです。代数学の第58回目で、今回代数拡大という話を扱っていきたいと思います。この代数拡大というものは一言で言うと、体の拡大の中でも何持ってきても代数的であるというような拡大となっているということなんですけど、じゃあこれは以前やった話ではあるんですが、その代数的であるっていうのはどういう定義だったのかというと、それは解に持つような多項式があるっていうことが代数的であるというような定義として考えてあげたわけなんですが、まあ、つまり何持ってきてもそれを解に持つような多項式があるっていうのが代数拡大だよというようなことなんですけど、今回扱うような主張っていうのをちゃんと証明することによって、何か弦が代数的であるかどうかっていうことに関して、まあ、いろいろな性質っていうのがチェックできるようになるよということで、今回こういう話を扱っていきたいと思います。はい。じゃあまずは定義を書きたいと思いますが、今言った口頭で言った通りではあるんですけど、E オーバー F っていうのを体の拡大として、任意の α という E の弦っていうのが、これっていうのが F 乗代数的なとき。F 乗代数的なとき。このとき、E オーバー F っていうものを、これを、代数拡大というふうに言います。何持ってきても必ず代数的であるよというようなものを代数拡大というふうに言います。で、例えばどんなものがあるのかということなんだけど、まあ代表的な身近なものとしては C オーバー R というものが代表的でなのかと思いますが、例えば任意の複素数 α っていうものは、A たす BI というような形で AB 実数というふうな感じで、書くことができたんですが、これに対し、じゃあ、α を解に持つような実数係数の多項式があるかどうかという話だったんですけど、これっていうのは、まあ、高校とかで習うような知識で、その協約を解に持つようなものっていうのを考えてあげればよくて、α に対して α バーという協約を考えてあげると、と置くと、t 次乗マイナス α たす α バー t たす αα バーイコール0。解と係数の関係から、これっていうのが α と α バーを解に持つような方程式だったんですけど、t 次乗マイナス 2at プラス a 次乗足す b 次乗イコール0の解の一つ。解の一つっていうのは α であるよと。つまり、まあ、これ α と α バーなんですけど、1個は α であるので、まあ、つまり、α を解に持つような多項式があって、まあ、一応この係数っていうのは R の世界で考えているんですけど、ちゃんと 2a、a 次乗足す b 次乗、ここは実数の弦で取ってきているので、実数係数の多項式で解に持つような、α を解に持つようなものっていうのが存在するよと。これっていうのを α っていうのが代数的であるよというような定義として、定義をしてあげたわけなんですが、この α っていうのは任意で持ってきてあげたので、じゃあこの拡大っていうものは代数拡大だよと。はい、いうことで、まあ、例えば身近な例として、代数拡大な例としては C オーバー R とかいうのがあるのかと思います。はい、なので、まあ、今回こういったような感じで、任意の弦が代数的であるというような拡大に関して成り立つ性質っていうのをいくつか見ていきたいと思います。はい、で、じゃあまず最初の、プロポジションとして、有限次拡大だったら実は代数拡大だよというような保証っていうのがあります。E オーバー F っていうものが、もしこれが、有限次拡大であれば、必ずどんな弦っていうのは代数的であるよということで、代数拡大であるよというような保証が実はあります。はい。有限次拡大っていうのは一体何だったのかというような話なんですが、これっていうのは、次元として F ベクトル空間として考えた時の E の次元っていうのが有限次元であるよというものが定義でした。はい。で、そういったものを満たすときには必ず代数拡大であるよということで、その定義っていうのは任意の E の弦 α に対して、α を解に持つようなものっていうのを考えてあげるよと。アルファを代入したときに、まあ、それらの係数、F の弦として係数持ってきたときに、まあ、線形結合を取ってきてあげたら0となるようなものがあるかどうかっていうのを考えてあげるので、まあ、ここでそのベクトル空間の知識を使ってあげれば OK です。はい。2のアルファに対し、1、アルファ、アルファ次乗、点点点、アルファの N 乗。アルファを繰り返しかけたものを0回から N 回までかけてあげた、N たす1個のものっていうのを考えてあげましょう。はい。で、ここで N っていうものを、E オーバー F の拡大次数として、今回有限次拡大なので、これっていうのは有限の値として取ることができるので、その N に対して、α の0乗から N 乗まで全部 N たす1個を持ってきましょうと。はい。で、ここはベクトル空間の知識でしたが、
N 次元であるっていうことは、任意のやつっていうのは N 個の規定を用意してあげて、それらの線形結合で書くことができるよと。つまりまあ N たす1個のやつ、まあこの規定の一位性から N 個の規定があるんだとすれば、 N たす1個のやつっていうの規定っていうのはないので、 N たす1個のやつっていうのは必ず一次従属になるよというの話がありました。これっていうのものは N たす1個用意してあげると必ず一次従属であるよと。一次従属であるよと。つまり一次従属ってどういうことだったのかというと、 A0 たす A1 アルファたす点点点たす AN アルファの N 乗イコール0で、まあこれが必ず0になるっていうのが一次独立だったので、そうではないよと。つまりこの AI たちというこの係数ってしては、今 F ベクトル空間で考えているので F の弦で、全ては0でない。まあ、0となるものがあってもいいんだけれども、全部0というわけではないよということで、全ては0というわけではないよというような感じで、まあ、0じゃないやつが存在するような形で、こういうふうに持ってきてあげるよと。はい。じゃあ、これっていうのがもうまさに、代数的であるということを表しているんですが、一応書いてあげると、この α の部分を t に変えてあげた、この多項式を考えてあげましょう。a0 たす a1t たす点点点たす ant の n 乗っていうものを考えてあげると、とすると、Fα っていうものが0になりますよと。つまりこれ α っていうのを根に持つような、α を解に持つような多項式 Ft ってものがあるよということで、一応この全てが0ではないよというような条件から、まあこれっていうのは0でないようなもので、0でない多項式で代入して0になるようなものっていうのがあるので、これで α っていうのが代数的だよと。はい。で、この α っていうのは任意に持ってきたので、これで有限次拡大ならば、代数拡大であるよと。E over F っていうのが代数拡大であるよということが証明おしまいです。はい。まあ、これはまあ、線形代数のベクトル空間の知識を使ってあげて、割とパッとできてしまうんですけれども、まあ、これによって実は、代数的であるよというようなことのチェックっていうのが有効になったりして、まあ、一応ちょっとこれの例みたいな感じの主張ではあるんですが、まあ、一応これはよくチェックとかでよく使われるので、一応ここで、やっておきたいと思うんですが、シーターという、E over F と、シーターという E の弦っていうのがあって、これに対し、今から書くような主張が実は成り立つんですが、シーターっていうのが、F 乗代数的、これは弦としての代数的であるよというようなことなんですが、これの同値な言い換えとして、F シーターオーバー F っていうものが、これというのは代数拡大であるというのが一つと、もう一つが fθ オーバー f、 これというのが有限次拡大、これらが全部同値になるよと、こんなことが言えます。はい。で、なぜこれが言えるのかというの話なんですが、いくつかは明らかではあるんですけど、はい。まず、丸三ならば、A 丸2っていうものは、これっていうのが有限次拡大ならば代数拡大であるよっていうものが今の、これは今のプロポジションなので、今証明したことになります。はい。で、A 丸2ならば丸1っていうのは、これも明らかではあるんですが、代数拡大というものはどんな弦持ってきても代数的であるよというような話だったので、F 丸括弧シータのところにシータというものが存在するんですが、これっていうのは、丸2番の仮定から、代数的であるよというようなことで、はい。じゃあ、丸1番ならば丸3であるんですけど、シータっていうのが F 乗代数的であれば、これは以前やったもので、シータっていうのが F 乗 N 字であれば、これは以前やったもので、単拡大のところで、その生成弦っていうのが代数的であれば、この拡大次数 F シータ F っていうものが、この拡大次数に一致するよというような話で、まあ、こうやってのは有限なので、有限次拡大であるよと。まあ、今やった性質と過去やったものっていうのを書いてあげただけなんですが、まあ、こんなようなことが言えます。で、これが何を表しているのかというような話なんですけど、代数的であるっていうのと拡大が有限次であるよっていうことを結びつけているのが、まあ、要するにここでの話で、ただ何か弦が代数的であるっていうことを確認したければ、それを加えてあげた体っていうのを考えてあげて、その拡大次数を計算してあげることによって、もう代数的であるよというようなことがチェックできますよと。はい。で、まあ、具体的に、じゃあ、こいつの例みたいな感じで、同じくちょっとプロップというふうに書くんですけど、そのまま定義通り示そうと思うとなかなか大変なんですが、まあ、今パッと証明したことを組み合わせてあげることによって、意外とそのまま定義通りでは証明が難しいことが言えたりしますよということで、例えば、
E オーバー F っていうのを考えてあげて、これに対して E0 というようなもので、まあこれは今どういう拡大か特に指定はしていなくて、まあその一般の拡大を考えているんですけど、E0 というもので代数的なものを全部集めていきたいと思います。E の元 α で、α っていうのが F 乗代数的。的なものを考えてあげると、この E0 っていうものは、と置くと、E0 っていうものは E と F の中間体になりますよと。中間体となるよと。まあこれっていうのが間にあるということは明らかなので、まあこいつが体になるよということがここでの重要な主張であるんですけど、はい。じゃあ今から証明をしていきたいと思うんですが、F、E0、E。とりあえずこの方眼関係っていうものは、これは明らかです。で、なぜかというと、F の元っていうものは、2の α という F の元というものは、最小多項式として x-α というものがあるので、まあ、とりあえずこれを代入すると0になるので、これっていうのは E0 乗代数、E0 の元であるよと、F 乗代数的なので、まあ、こっち側の方眼関係っていうのは明らか。で、こっち側っていうのはこの E の元から集めてきているので、まあ、こういう方眼関係で、間にあるよということに関しては明らかです。はい。なので、E0 が、体であること。で、あることっていうのを言えばよいと。はい。で、E0 が体であるということは、つまり、任意の α1、α2 という E0 に対し、何を言えばいいのかというと、この中でちゃんと加法が閉じているよっていうことと、掛け算ができるよと。まあ、この中2つ持ってきたときに掛けてちゃんと閉じているよと。で、α1 の逆元っていうものがちゃんと入っているよと。まあ、一応ここにおいては α1 っていうのが0でない元として、その逆元っていうのが取ることができるんですが、こいつも必ずここに入っているよということで、これを言えばよいよと。はい。で、今からこれを言いたいんですけど、これを定義通り確認しようと思うと、代数的な元、代数的な元持ってきたときに、足したら代数的かどうかっていうのは本来チェックするのは結構大変です。代数的な元、代数的な元、その逆元も代数的であるかとかいうのはチェックするっていうのはそんなに簡単なことではないんですが、ここの性質っていうのを使ってあげましょう。はい。何かが代数的であるかどうかっていうのを確認するときに、拡大実数を計算することによって代数的であるということが保証されるよということなので、今回これを計算してみたいと思います。Fα1、α2 に、拡大として Fα1、α2、まあ一応この間に Fα1 とかで F みたいな感じで、まあこんな拡大を考えてみたいと思うんですけど、拡大次数の性質として中間体があるので Fα1、α2、F の α1 と、F のアルファ 1F っていうのを考えてあげるんですが、はい、こういう風にしてあげると、まず上の方っていうのはよく分かんなかったんですが、これは拡大次数の性質として、まずここにおいては単拡大になっていて、アルファ2っていうのが増えているよと、 F アルファ1係数のところにアルファ2っていうのが添加されたよというような形なので、まあこういう形になっております。何か1個だけ加えたよというような拡大となっていて、これっていうのがアルファ2っていうのが代数的であるよということから、ここっていうのは有限の値になります。で、今度こっち側 α1 っていうのが代数的であるよというような、今代数的なもので持ってきているので E0 の元として持ってきているので、このことからこっち側も有限の値になります。なのでこいつが有限の値になるよと、 F とここからここまでの拡大っていうのが有限の、まあ、ここが有限でここが有限の拡大なのでここも有限の拡大になるよということで、まあ、これが有限次拡大であるよということが分かりました。はい。つまり、じゃあこれっていうのが有限次拡大だよと。じゃあなので今のプロポーションっていうのを使ってあげればいいんですが、F の α1、α2、F。これっていうのが有限なので、Fα1、α2、F っていうものは、これは有限次拡大になります。で、有限次拡大であれば、これは代数拡大だよということがさっき確認した性質なので、はい。じゃあ代数拡大ということは、任意の、
ここのアルファ F アルファ1アルファ2の元っていうのが代数的ということだったので、アルファ1プラマイアルファ2アルファ1アルファ2アルファ1インバースっていうものは F のアルファ1アルファ2に当然入っているんですが、一応ここの逆円と考えているときには0ではないんですけど、これらっていうものは F のアルファ1アルファ0に入っているような元なんですけど、これっていうものは代数的だよと。はい、ということで、まあなんか普通に直接、解に持つような多項式あるかどうかっていう議論はしていなくて、拡大実数が有限であるよっていうことを計算するだけで代数的であるよというような結果が出てくるので、例えばこんな感じにやってあげることによって、例えばこれが代数的であるっていうような結果が出てくるよと。で、今回、これで、対であることを言うにはこれを言えば十分だったので、これで、証明がおしまいです。はい、例えばこんな感じで今回やった代数拡大というものを使ってあげるとこういったことができるんですけど、他に、もう一個、プロポジションとして、じゃあ中間体と代数拡大における関係を考えてみるんですが、E オーバー K オーバー F で K っていうのを中間体というふうにしてあげましょうと。この時に E オーバー F、まあなので縦で書いてあげると、こんな感じになっているんですが、右の方に書きましょうか。E、K、F で、この E オーバー F っていうのがこれが代数拡大であるっていうことと、つまり、こことここっていうのが、代数拡大であることっていうのは、実はこことここが代数拡大であるということと同値になります。E オーバー K、K オーバー F っていうのが代数拡大であるよと。まあ、つまり、間に何かあったときに、まあ、こことここが代数的かどうかっていうのを、代数拡大であるかどうかっていうのを調べれば、まあ、こっち側が代数拡大であるかどうかっていうのを確認することができるよということで、こういった主張が、これのプロポジションです。で、これはまあ定義通り示そうとするとなかなか大変なんですけど、同じく拡大実数を計算することによって有限次であるよというようなことから、こいつを示していきたいと思います。はい。まず、片方が明らかであるんですけど、まず、上ならば下。ここが代数拡大だったら、こことここが代数拡大であるということは、明らかであるんですが、まあ一応ちゃんと書きましょうか。2の α という E の元っていうのが、これが F 乗代数的。ということだったんですが、これだったら2の α という E の元っていうのが F 乗代数的だったら F 係数で、F 係数の多項式があるよということなんですが、F 係数の多項式っていうのは K 係数の多項式というふうに考えることができるので、まあ、これっていうのは K 乗代数的になります。まあ、つまり、これで E オーバー K っていうのがこれで代数拡大だよと。で、今度、2の α という k の元っていうのが、これが、これっていうのは、e の元だというふうに、今ここの2の元持ってきたんですが、e の元だというふうに思ってあげれば、これはただの部分集合として考えてあげればいいので、これっていうのは f 乗代数的。まあ今、e オーバー f っていうのが代数拡大というふうに考えているので、f 乗代数的ということなので、2の k の元っていうのが f 乗代数的だよと。よって、k オーバー、F っていうのが代数拡大で、まあ、上ならば下っていうのはもうほとんど明らかで、どこの元かっていうのを見方を変えてあげるだけでおしまいです。はい、でちょっと大変なのが下ならば上になるんですけど、こことここが代数拡大だったら、じゃあここが代数拡大かどうかっていうのをチェックしてあげていきたいんですが、はい、2の α という E の元に対し、はい、まず E オーバー K っていうものがこれ今の過程で、代数拡大なので、α っていうものは、K 乗代数的になります。K 乗代数的ということは、どういうふうに書けるのかというと、これを、α を解に持つような K 係数の多項式っていうのが存在するよということなので、A1α 足す、点々点足す、ANα の N 乗イコール0となるような、そんなA0 から AN という、K 係数、この間のここを係数とするようなこんなものが存在するよということは今保証されているよということで、で今じゃあこの F 係数としてなんかこんな多項式があるかどうかっていうのを議論したいんですけれども、この式を変形したり言っても、もしくはこれらが、F 乗代数的というふうに注目してもちょっとあれで、まあ、ただ拡大次数の計算であれば、まあ、そんなに難しくはないよということで、ちょっとこれは工夫をするんですが、
こいつを計算してあげます。アルファに A0 点点点 AN に、F のこういうような拡大っていうのを考えてみたいと思います。で、どういうふうにするのかというと、F のアルファ A0 点点点 AN っていうのを考えてあげて、まあ、F のこの拡大を考えているんですけど、まあ、順番に下ろしてきてあげようねということで、まず、ここでアルファを加えるよというような変化で、ここにアルファなくて、ここにアルファがあるよというような、こういう拡大を考えましょうと。で、ここから先は1個ずつ減らしていって、例えば、A0 から AN-1 というような感じで、1個ずつ減らしていって、で、1個上は FA0 で、まあ、こんな感じで1個ずつ加えていってあげて、F から A0 加えて、A1 加えて、A2 加えて、N-1 加えて、N 加えて、最後アルファ加えて、まあ、この長い列っていうのを考えてあげましょう。で、こことこことここと、これらの拡大次数っていうのを考えてあげると、はい、ちょっとこれ、この値イコールというふうに、この値イコールなんですが、はい、まずここの拡大次数でちょっと長くなるんですが、アルファ、A0、点点点、AN と、ここはアルファを除いてあげた AN で、これがまずここの拡大を考えているよと。で、かける、次、今度 F の A0 点点点 AN から、今度次ここの拡大を考えてあげましょう。AN を加えているよと。F の A0 点点点 AN-1。で、これを繰り返していって、最後1個ずつ減らしていくと、最後の方は FA0 に F っていうような、こんな拡大になります。はい。で、まず最初の、じゃあ、ここの A 部分っていうのを考えてあげるんですが、ここの部分においては、アルファっていうのが加わったよというようなことなんですけれども、まあ、ここの係数においては、これらの係数 A0、A1、AN っていうものを、ここでは許しているので、ここっていうのは、ここの世界においては、アルファっていうのは、代数的になります。係数として FA0 から AN まで許すと、こういう関係式があるよということから、アルファは代数的なので、ここが有限になります。で、次、ここ、AN を加えているよということなんですが、AN っていうのは、これっていうのは、K の元として持ってきたんですけれども、K オーバー F っていうものは代数。これっていうものは、K オーバー F っていうものが、これが代数拡大だよと。いう話だったわけだから、まあ、F 係数でもう代数的であるということが言えるから、まあ、これらを加えてあげても当然代数的で、これらが有限だよと。で、あとこれらの係数1個ずつ減らしていってるんですけど、まあ、それらは全部ここでの議論で代数的で、最後のところも同様なんですが、A0 という、この K の元っていうものは F 乗代数的。的ということから、ここも有限になります。つまり、まあ、ちょっと、たくさんかけてはいるんですけれども、有限のものしかかけていないので、よって、アルファ、まあ、なので、これトータルとして有限という値になって、結局これっていうのが有限だよと。アルファ、A0、点点点、AN、F っていうものが、A オーバー F というものがあって、これっていうのが、有限次拡大だよと。いうことが言えるので、じゃあ有限次拡大だったら代数拡大なので、この拡大が代数拡大であるよということが分かりました。一方、これが代数拡大なので、ここの元っていうものは全部代数的なんですけど、アルファ、A0、点点点、AN の元にアルファっていうのが入っているんですが、これっていうものは F 乗代数的。ということから、今 E オーバー F っていうものを考えてあげて、2のアルファを今持ってきてあげたんですけれども、それっていうのが F 乗代数的だよと。つまり E オーバー F っていうのが代数拡大ですよと。いうこんなような結論が出てきて、はい、これで証明がおしまいです。はい、ということで、まあ、今回代数拡大というものに関してこれらの性質っていうのを見ていったわけなんですけれども、まあ、これまで習った単拡大だとか有限次拡大だとか、それらの知識を合わせてあげることによって、拡大次数が有限じゃあ、有限次拡大じゃあ代数拡大ということで、何かの元が代数的であるということのチェックっていうのが、この計算によって有限である、拡大次数が有限であるということでチェックできちゃうよというような話を扱いました。はい。ということで、まあ、今回代数拡大を扱ったわけなんですけれども、まあ、他にもいろいろな拡大で、まあ、性質の都合のいいような拡大っていうのがあって、それらをどんどん考えていきたいと思います。はい、ということで今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。